町中を見張ってたってこと？お願い。うまくいったみたい。獲物を確認。67番通りとレキシントンの交差点。嘘だろ？ハンターを呼び寄せちゃった？急いで僕も行かなきゃ。奴らだ。いたぞ、クボだ。みんなもプール目的だと思った。飛び込みは食後30分経ってからだよ。しっかりしろよ。を見てみよう。よう兄貴、いつぶりだったっけかな。元気か。誰だ。さあくつろいですね。カウンターにマジーにもある。クレイブンだと思われてる？オリーブも入れた。ああ、嫌いだったか。オリ？まずはかくれんぼと行こう。昔のようにな。僕が見えてないんだ。モーショントラッキングで音声を再生してるのか。まだゲームの途中だね。チェックメイト。秘密の部屋を見つけたか。中には誰がいるかな。行けば絶対死ぬよね。嘘だろ。これってピートの古いマスク？待った。まさかここってカメレオンの部屋？あいつは数年前に捕まったはずじゃ。ボルゴグラードを捨て、故郷なんか二度と持てないと思っていた。だが、ここで満足している。かなり腕上げたみたいだね。この装備ハイテク？あのドローンは変身過程の顔を撮影したんだ。これでクレイブンの獲物の謎が解けたね。奥にも部屋が。
独自の文書って感じ。建物の図面とハンターのログ？カメレオンもクレイブンを見張ってたってことか。これ行方不明者のデータベースだ。僕が生まれる前のものまである。この人たちに何したの？心配するな、兄貴。俺が代わりにやり遂げてやるさ。クレイブンとカメレオンが兄弟？確かにもう駆られることはないだろうね。カメレオンの動きに警戒しておこう。ピートにとっては悪い知らせだよね。